こんにちは、カズです。はい、今日はちょっと入荷が遅れてたCE のアイテム、これショートパンツですね、を紹介させていただきます。あと前回紹介させていただいたんですけれども、このウエストバッグもう一回ちょっと紹介したいと思います。ご興味ある方はご覧ください。はい、では、始めたいと思います。はい、行きます。商品名 FRN ナイロンショーツ、税込みで 26,400円です。はい、生地が、ナイロン 100% のショーツですね。はい、で、ジッパーフライにボタンがついておりまして、ウエストゴムが入っております。で、さらにウエストに紐も、絞りの紐もついているので、自由に絞ることができます。はい、で、両サイドに、ポケットがついております。はい、で、ナイロンの切り替えになっているんですけれども、この上の濃いグリーンの方、モスグリーンの方はソフトな肌触りのナイロンです。ヒヤッとしません。はい、で、この、薄いグリーンのナイロン生地はまあ、いわゆるシャカシャカ生地となっております。はい、で、後ろがこういった切り替えになっております。はい、で、はい、で、左裾にシリコンパッチがついております。はい、で、はい、ウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、では履いてみたいと思います。はい、身長168センチの体重が55キロで、M サイズを着用しております。はい、僕結構細い方なんですけど、ウエスト周りが、ゴムのテンションがまあまあ強めです。はい、紐で、絞らなくても絶対落ちてきません。はい、うん、ポケットに多少重いものを入れてもずり落ちてきません。はい、はい、これ M サイズです。はい、続いて、L サイズ履いてみたいと思います。はい、L サイズです。はい、L も、ウエストのゴムがだいぶ強めなんで、これも普通に履いててずり落ちることはございません。はい、結構細い方でも、履けます。はい、はい、渡りとか結構変わってくるのかな、うん、ワイドショーツみたいな感じになります。はい、こんな感じです。はい、続いて XL 履いてみたいと思います。はい、XL です。はい、すいません、最初に履き心地を言わないといけないですけど、履き心地本当にいいです。こう履いて歩いてもシャカシャカ言わないのがいいですね。ナイロンショーツなんですけど、ちょっとだけ言いますけど、シャリシャリシャリっていう音はしません。はい、で、非常にソフトな肌触りで、この暑い夏でも快適に履けます。はい、で、ウエスト周りはXL でもまあまあ締まってます。だから全然落ちてこないです。はい、安心して、履けます。はい、はい、以上です。はい、これですね、ウエストバッグ、前回も紹介させていただいたんですけれども、もう一回、ちょっと、中に何が入るかとかちょっと試してみたくて、紹介させていただきます。はい、よいしょ。
はい、商品名、アクションウエストバッグです。税込みで17,600円でございます。はい、これもナイロン 100% なんですけれども、この、今履いてるショートパンツとは全然違うナイロン生地、 もっと強い、ザラッとした、ナイロン生地となっております。はい、で、真ん中にシリコンパッチがついております。はい、でこの上の部分にこういった、絞りのゴムがついております。はい、多分絞ることはないと思います。はい、で、ポケットですね、ポケットが、メインポケットがこのようについておりまして、でこの前に同じ幅のメインポケットと同じ幅のサブポケットがついております。これはまあ、ちょっとした小物を入れるポケットになります。はい、で、さらにこの上の部分ですね、上の部分にもポケットがついております。結構幅広で、中身手がこれぐらい入ります。はい、で後ろですね、後ろというか、まあ、内側ですね、内側にも、ポケットがついております。へそくりポケットがついております。はい、で、これ紐なんですけど、あ、ちょっと取れた。はい、一応こうやって、ボディバッグとして、使用できます。はい、でこれ、片方外すことができます。こうやって、でウエストバッグとして使用する場合、普通このウエストバッグってこういうなんか このフックじゃなくてカチンってこういうカチンってストラップタイプになるんですけど、これはフックのタイプになります。はい、で、長さ調節していただいて、ウエストに巻いてフックここにスッと入れるだけになります。はい、こんな感じで、使用できます。はい、でさらに、これを使ってベルトにこうやってつけることもできます。はい、ここがスナップボタンで開けれて、でさらにマジックテープでも止めれるので、かなり強力につけれます。はい、うん、はい、でちょっとね、中身何が入るのか、さっきやってみたんですけれども、まずこのメインポケットの方ね、メインポケットに財布でしょ、で一応サングラスでしょ、でメインポケットなんで結構大きいんですよ。で頭のマッサージするやつでしょ、で入れます。で、この前ポケットに、まあ車とか乗られる方は車の鍵とか、あと家の鍵とかをこう入れていただいたりできます。はい、で、この上のポケットですね、上のポケットに一応AirPods とか入れていただいて、あんまりその精密機械なんで、外側にバンと当たっても大丈夫なようなものを入れると。で、この内側の一応へそくりポケット、まあ一応へそくり入れてもいいんですけど、こういったスマホ入れていただいて、これなんで僕内側に入れたかっていうと、こうやって体にくっつけた時にバイブが鳴った時にすぐ分かるように内側に入れました。で一応これあら、まあいいか。これね、これ。これは、
ベルトにつけれるんですけど、ベルト以外で使い勝手、良さげなものはないかと思ったら、この鍵とか結構なんていうの、車とか家とか、まあ、出入りしょっちゅう出入りする方のためにこうやってカラビナ部分にこうやって鍵をつけていただければ、こうやってで、こうつけていただく、そしてよいしょ、まあ一応ここちょっと今タグがちょっと邪魔ですけど、こうやって垂れるんですけど、こうやってつけていただく。で、まあ家に着いたらこうやって開けていただいたりとか、まあこのままこうやって、外して、ガチャガチャって開けていただいたりとか、まあかなり便利なフックというか、こんな感じでつけれます。はい。うん。以上、これだけ、物が入ったり、機能的なウエストバッグでした。はい。で、もう数が少なくなってきているので、気になる方はお早めにということです。はい。はい。以上、今日は、CE から、新作のショートパンツと、ウエストバッグの、追加説明をさせていただきました。では、バイバイ。